べての可能性は皆さんにあります。私たちは変われるし変えられるんだと、ここから変えていきましょう。今日は本当にありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。ではもう一度最後に締めくくりで東京をと私が言いますから、動画等を参照させてください。いいですか皆さん。東京を、東京を、東京を、ありがとうございました。長時間暑い中本当にありがとうございました。ありがとうございました。インシティマル、インシティマル、インシティマル、インシティマル。大変お待たせをいたしました。石丸真二が到着いたしました。今皆さんのもとにご挨拶に上がらせていただいておりますので、しばらくよろしくお願いをいたします。その間に今日今応援に駆けつけてくださった小田善光さん選対本部長よりご挨拶をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。完全無所属で立候補しています。何か大きな力が後ろに支えているわけではありません。私の後ろにあるのは今日ここに集まっている皆さんのようなお一人お一人の力、それだけです。インターネットを賑わしてきた、賑わしている人たちからとんでもないメッセージがいただけてすごいな。でもそれがきっとこの東京都知事選の中にいるということなんだなと改めて感じました。ありがとうございます。そして石丸候補、実は応援はこれで終わりではないんです。今日わざわざ応援に駆けつけてくださった方をご紹介いたします。はるばる滋賀県彦根市からお越しいただきました、彦根市長和田博之さんです。どうぞお願いします。いやいやいや、お疲れでしょうけども、とんでもないです。だって金曜日ですから公務が終わってから、もちろん終わってから駆けつけました。ありがとうございます。僕のことはね、ともかくね、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、あと1日、はい、あと1日ということで背中見えてますよね、もう確実にね。あれ、そろそろ抜いたんじゃないかな。いやいやいや、もう1日ね、ここ最後ね、まくるのね、本当ね、皆さんの力なんで、あの明日のね、明日いっぱいちょっと皆さんにもこう精一杯広めていただきたいんですけども、あのね、今日せっかく僕短い時間なんで言いたいんですけどね、マジでこの男やばいっすよ。本物ですよ。大集合。もちろんこの外線以外にもですね、普段帰ってからのとか見ててもどういったのかな、正直が過ぎるというか、いや、でこの人を都知事にしなかったら僕は一生後悔するなと思って、全力で本当にもう最高です。本当に全てがで、あの皆さんもね、こんなチャンスは本当にないと思いますんでね、あのぜひぜひ、まだまだ明日一日ありますので、ぜひ拡散していただきたい。それとあのね、多くの皆さんが集まっていただいてて、一番の違いはね、ここからさらに拡散している、そんな候補はねほとんどないのでね、あの必ず勝ちましょう。はい、もうどうですか。これだけ金曜の夜にわざわざ政治の話を聞きに人が集まる、なんということでしょうか。
この力をもってすれば東京は動くんだろうなと。そしてこの選挙戦、今和田市長の方から最後ダメ押しだという掛け声もいただきましたが、皆さんの力を使い切らせてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕も何とかいろいろ選挙を手伝ってはいるんですけども、前代未聞です。動員もかけずに、1日10カ所でもね全部満杯になるという、まあ、それがちょっと正しく報道されてないので、まあまあぜひぜひ今回ね最後力で見せつけてやろうと思うんですが、やっぱりとはいえやはりこの大きい東京の都知事選挙をこうしっかりとやってこれたのはね、やっぱり選挙のスタッフの皆さんがやっぱりその中でもやはり我らが先代のね事務局長の藤川慎之介さん、もう本当に頑張っていただきましたので私から紹介したいと思います。藤川さんよろしくお願いします。自身も数多くの選挙をこなしてこられたのに全然違いますよね今回は。もう本当に、はい、いや全くこういう風景を今までの選挙戦で、見たことがないっていうのが率直なところでありまして、それよりもね、とにかく50年政治の世界に私はどっぷり使って、もう永田町周辺をずっと徘徊してきたんですよ。日本良くなってほしい、いい男いないかな、女性いないかな、そんな思いの中で政治家の発掘をしたり、いろんな人とずっと語り合ってきました、しかしもうこれだけ年齢を重ねて思うことは、ああ日本はどうなるんだろうって、本当にもっとピュアなこの国を背負ってくれるそういう人材が永田町になぜいないんだと思いながら、まだあと1日あるぞという掛け声をいただきました。さっきこの YouTube のライブ配信の画面を覗くと5万人の同説がありました。プラス1400、すごい力ですね。これだけあれば東京、いや日本が動くなと感じます。そこで最後にダメ押しの作戦を伝えます。いきます。今日今これをオフラインでオンラインで聞かれている皆さん、この後寝るまでに皆さんが特に信頼を置く5人の方に同じメッセージを伝えてあげてください。石丸伸二推してるんだよね、リンク。このメッセージを以下同文。